253ピョンの金村が吹き切れ。クイーン代表のゆかりんです。今回はですね、金村幸宏、爆弾小僧と言われた金村幸宏を取り上げてみたいと思います。以前にも2回にわたって金村の試合、タイトルマッチとご覧いただきましたけれども、今回はさらにそれより以前、まあ数ヶ月前になりますけれども、ウィングが世界格闘技連合ウィングから、ウィングプロモーションとなりまして、1991年の暮れにマスカラスを招聘しまして、スカイハイアゲンで、まあ、再出発という形を取ったんですけれども、年が明けて、1992年の2月、ここから、まあ、シリーズが毎月のように行われたわけですが、その第1弾となった B ドリーマーズ、ここでの試合をご覧いただきます。この時はですね、メインイベントでミスターポーゴ対ジプシー・ジョーの絡みデスマッチ、ディック・マードック対松永のシングルマッチとが行われまして、その中で前座試合で行われた、タッグマッチなんですけれども、金村はアマリスの、島田宏とタッグを組みまして、徳田光輝、同じくアマリスの茂木正義とのタッグマッチで交わしたわけですけれども、この試合が始まって7、8分経ってからですかね、茂木が金村島田の攻撃に脳震盪ですかね、起こしまして、途中から、まあ、戦闘不能になりまして、起点を聞かした徳田がそのままロンリーバトルという形で1対2の戦いに挑んだわけですけれども、この時金村はまだ前座の息を出なかったんですけれども、その以降徐々に、力を加えて、だんだんとメイベンターのチームまで上り詰めたわけですけれども、若手時代の金村の試合、また違った意味で見ていただければと思いますけれども、この時のタッグマッチ以降、だんだんとチャレを積みまして、力をつけ加えてきたんじゃないかなと思うんですけれども、特にそのペルトリック軍団に対して松永光弘エースに、それに次ぐ2番手3番手の争いといいますか、そういう意味でその4人で切磋琢磨といいますか、決して、まあ、金村は一歩エースであるはずの徳田を追い抜いてチャンピオンベルトを取ったり、皆さんご存じの通り活躍ぶりを見せたんですけれども、そういう意味合いからもそのちょっとタッグマッチ、ご覧いただければと思います。タッグマッチ3分1本勝負を行います。アゴが220得点の島田が披露し、253ピョンの金村が吹き切れ。今日の試合はとにかく麺を食うように頑張ります。よろしくお願いします。もう今徳田さんスランプなので、もう食らいついて、もう自分と島田さん茂木さんもうどんどん食らいついていきますので、とにかく徳田さんの足を引っ張るようにやりたいと思いますので、ちょっと一発食らいつくように頑張ります。メインで要があるんですけども、日本人対決が、ね、ありますんで、それでやっぱりあのメイン以上のものを出して客にアピールしたいです。これから小さな団体ですけども大きくしていきますんで、よろしくお願いします。
外人選手の試合です。最初にご覧いただいたタッグマッチの翌月に行われました、1992年3月8日の同じく後楽がホールでの試合ですけれども、
富士山ベンジャーという、この時はですね、この後楽園ホールで例のスクランブルバンクハウスデスマッチが、初めて行われまして、ミスターポモ対松永の一戦ですけれども、松永が火破りになってしまったという、ショッキングな試合もありましたし、それから、イワン・コロフとブラジミア・コロフがハンターズと大流血戦を展開した試合、それから全日本女子プロレスのご協力のもとに北斗晶、井上京子、アジアコング、バイソン、木村といったトップクラスも、出場した大会なんですけれども、この時に前座試合で金村はプロジャースという選手とシングルマッチで戦いましてですね、見事勝利を収めたんですけれども、ウィングの旗揚げの帝国ファーストからスタート、ここら辺はまだその前座の選手の息は合ってないというか、まあ当然のキャリアも浅いわけですし、当然といえば当然のことなんですけれども、年が明けて、日本人選手それから外人選手とも数多く当たるようになって、徐々に力をつけ加えてきたんですが、このリップ・ロジャース、過去にそのウィングに来日する前にですね、全日本プロレスに2度と来日しておりまして、ブロンドの長髪で、ピンクのコスチュームという人たち、そしてまあ髭を蓄えているもののそのオカマスタイルといいますか、全米各地でも、かなり活躍した選手でありまして、まあリングが上がった時にですね、手鏡と櫛を持って、まあこれなんか自分が幼少時代にテレビを通じて見ていた中にもリッパー・コリンズとか、それからスイート・ダデシキといった選手なんかが、まあ同じような感じでやっていたんですけれども、またちょっと違った具合でファンの目を楽しませてくれたんじゃないかなと思います。まあ金村との一戦、この辺になるとですね、結構金村も余裕といいますか、自分の持てる力を全て出し切って、そしてまあ外人精神の、まあ合格以上の戦いを見せ、だんだんと力を付け加えたわけですけれども、まあそういう意味でも、この一戦も、ちょっと見逃せない一戦じゃないかなと思います。ではご覧ください。オコラ225パウンズリップロジャース赤コーナー精神科医官所属252パウンズ金村幸宏エピペットパラベ
7分14秒、7分14秒、例えばですね、金村幸弘選手のコーナーでございます。